おはようございます。お元気ですか？釧路に行ってきたんですけど、朝、教会で関わっておられる何人かの方々と近くにあった湖を散歩しました。一周5キロって言ったかな。1時間ぐらいかけて、ゆっくり歩きました。まあ、朝の空気を吸いながら、大変気持ちの良い散歩になりました。で、途中、アイヌの人たちが作ったという、こう岩に開けられた穴を見たり、大きな鯉がいたり、まあその日は本当に風もなく、実に気持ちの良いウォーキングになりました。終わりに近づいた時、湖から離れた林の中に何かこちらを見ている気配を感じて、でこう見ているとですね、まあ、動いたんですね。でよく見るとエゾシカでした。角はまだ大人のそれと、随分違ったので、若いんだろうなと思っていたんですけれども、最初は2頭ぐらいでしたかね。それで、ちょっと行ったらまた、別の4頭ぐらいのエゾシカが、こちらを見ながら何かを食べているようでした。で、一緒に歩いていた人が、ああいう大きいのがね、急に道路に飛び出してくるとね、びっくりしますよって。いや、びっくりするだけだったらいいけど、当たったらもうね、自動車壊れちゃいますからね、って、大怪我するんですよ、って。で、それを聞いていたもう一人の別の方が、私の友人がね、車を運転している時、鹿が飛び込むようにフロントガラスに激突したんですって。そしたら、フロントガラスが、こう、鹿の顔のままスポッと切り抜かれたように割れたんですよ、っていう、そういうふうに言ってました、というふうな話をしてくださいました。怖いですよね、なんかね。大きいからやっぱり当たったら大変ですね。で、なんか、街で、チューリップの、お祭りかなんかがあって、綺麗にチューリップがこう、さ、あの、咲いていたんですけれども、そこでもなんか、昨夜かな、鹿が来て、なんか食べちゃったらしいんですよねって、いくつかね、やっぱりあれでも食べられたって言ってましたね。怖いですね、エゾシカ。まあ、遠くにいて静かにしている、ね、遠くで見ている分には全然問題ないんでしょうけれども、生活空間が重なって、突然やっぱりね、信号を守りませんから、出てきたりするのはやっぱりちょっと怖いですよね。気がついたらエゾシカがいた、とかね、キタキツネがいた、とか、もうオーストラリアの砂漠だったらカンガルーがいた、とか、エミューがいた、っていうことになるんでしょうけどね。まあ、東京ですと気がついたら横道から自転車が出てきたっていうのが一番怖いんですけど、まあ運転にはちょっとやっぱり注意が必要ですね。まあそんな話をしながら一回り気持ちの良い朝を過ごしました。皆さんどうぞお元気でお過ごしください。それではまた。